南海トラフ巨大地震に備え、民間物資拠点を活用した中四国圏での広域的な輸送訓練が20日、日吉などで実施されました。この訓練は、国土交通省など行政と民間の物流業者が初めて実施しました。日吉やくらの日本通運松山ターミナル事業所では、支援物資の拠点を開設し、支援物資を県内各地に届けるための仕分け作業の流れを確認しました。訓練では、広島港から松山港に届いた支援物資がトラックで運ばれてきたという設定で、空のコンテナ100ケースを準備しました。関係者が見守る中、従業員は飲料水や毛布、食料品などのラベルを貼ったコンテナを下ろし、種類や数を確かめながら手際よく仕分けました。支援物資は従業員がそれぞれ輸送先の札をつけてからトラック2台に積み込み、地域ごとに設けられた二次拠点へ向かいました。